はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター3、続きをやっていきたいと思います。黄金の修道院が終わってどこ行くんだとりあえず目的地がないんで、こっちに行けばイベントが始まるでしょう。チョコボとかって普通に使われてるんだね。街中を走ってるんだ。ラムザすげえ堂々としてるな。追われてる身なのに異端者ラムザだなって、それは見つかるよ。アルマはどこだ。妹を返してほしければディオファネス城まで来い。ただし修道院で手に入れたゲルモニーク聖典を持ってくることが条件だ。あんな古文書にどんな意味がある。ゲルモニーク聖典を読んでないわけではないんだろう。読んでねえんだけど読んでません。いや、まだ読んでいない。重要な文書らしいな。お気楽なやつだ。ただでさえ命を狙われているというのに、持っている文書の重要さすら認識していないとはな。いや、読んでねえもんは読んでねえんだよまあいい、確かに伝えたぞ。ゲルモニーク聖典とかこういうのって確か読めるんだよね。他にもなんか書物はあって、ルザリアから先か。うん、結構長えな。ちょっと見てみるだけは見てみる。これどうやって見るんだ。チュートリアルじゃなくてブレイブストーリーかな。記録どこだろう。一番下かな。マジンベリアス、シモンの告白、財宝かな。ゲルモニーク聖典、聖アジュラの弟子ゲルモニークが記した聖アジュラの活動記録とも言うべき書物、幻の書物とも言われていた。三角ボタンで書物を読む。長そう。僕はシモン先生から委ねられたゲルモニーク聖典を手に取りページをめくった。文書は古代神聖語で書かれている。え、ラムザ読めんの。ところどころに挿絵があるが、中身の破損が激しく文字の判別も難しい。一体この本には何が書かれているのだろうか。その時、慣れ親しんだイバリース国語の文字が僕の目に飛び込んできた。ところどころにイバリース語国語による注釈が書き加えられている。一体誰が。注釈に使われたインクからすると、古いものは十数年前、新しいものは数日前に書かれたようだ。指で触ってみると少しにじむ。やはりインクは完全に乾いてはいない。文字の筆跡は同一人物、つまりシモン先生が十数年の歳月をかけて少しずつ少しずつ解読していた。断片的な注釈を頼りに読み進めてみた。もうそういう感じでいいよ。どうやらこの本は聖アジュラの弟子ゲルモニークが書き記したものらしい。ゲルモニーク、どこかで聞いたことがある。歴史の授業で習ったはずだ。そうだ、思い出した。ゲルモニークといえば、死である聖アジュラを裏切り、神聖ユードラ帝国に聖アジュラを売り渡した裏切りの使徒。そのゲルモニークの書き記した書物がこの世に残ってるなんて、これはすごい。興奮する自分を抑えながらページをめくる。しかし、歴史的遺産を手にした興奮をはるかに上回るような衝撃が僕を襲った。この本は聖アジュラの語った言葉をゲルモニークがまとめただけのものと僕は考えていた。しかし、その考えは甘かった。これは聖アジュラの活動の記録。しかも、僕らが知っている聖アジュラとは違う、一人の人間としてのアジュラの行動が記されていた。そもそも聖アジュラは人間ではない。僕は兄、ザルバックほど敬虔なグレバドス教信者ではないが、聖アジュラは混乱した人間界を救おうと、神の国より使わした神の御子であると信じている。いや、信じていた。そう。この本を読むまではかつて、何隻もの飛空艇が大空を飛び天を埋め尽くしていた黄金の時代、ルザリアのベルベニアに生まれた聖アジュラは生まれるとすぐに立ち上がり、井戸まで歩くと、この井戸はもうすぐ災いが降りかかる、今のうちに封印し人が飲まぬようにしなければならないと予言したという。数日後、ベルベニアを黒死病が襲い、汚染された井戸水を飲んだ人々は次々に病に倒れて死んだ。しかし、聖アジュラの
言葉を信じた家族だけは病にかからず生き延びることができた。以後、聖アジュラは奇跡の子、神の御子と崇められることになった。そんな聖アジュラが救世主となり、神の一員として天に召されることになったのは20歳の時。イバリースが現在のように統一される遥か昔、この地はゼルテニア、フォボハム、ライオネル、ランベリー、ルザリア、ガリオンヌ、ミロンドの7つの小国に分かれており、それぞれ自国のハンズを広げようといつ終わることも知れない争いを続けていた。数百年続いた争いの中、ミロンドに一人の野心あふれる若き王が誕生した。若き王はイバリース全土を手中に収めるべく大軍を率いて戦ったが、勝利への道は険しく厳しかった。そこで王は古文書より解読した秘宝を用いて魔界より魔人を召喚し、その力を利用しようとした。しかし地上に降臨した魔人は王を殺すと世界を滅ぼそうとした。勇者は魔人に対抗すべく12人の人と共に世界に散らばったゾディアックストーンを集め、ゾディアックブレイブを復活させた。彼らは瞬く間に悪魔たちを倒すと、ついに魔人を魔界へ戻すことに成功した。こうして彼らは世界の救世主となった。ここまでが有名なゾディアックブレイブの伝説だ。ゾディアックブレイブたちはその後も世界に危機が訪れると、それに対抗すべく忽然と姿を現し、忽然と消えていった。聖アジュラの生きていた時代にも似たような危機が訪れた。イバリースの覇権を狙うランベリーの王が魔人を召喚し、世界を混乱に招いた。聖アジュラは伝説と同様に12個の聖石を集めるとゾディアックブレイブを結成し、魔人を倒したのである。しかしいつの世にも失政者にとって英雄ほど邪魔な存在はない。神の国の到来を説く聖アジュラの台頭を恐れた神聖ユードラ帝国は、その一派を捕らえるために挙兵した。当時最も大きな宗教であったファラ教の司祭たちは聖アジュラの力を恐れた。結局金の目にくらんだ13番目の使徒ゲルモニークの密告によって聖アジュラは捕らえられ、ゴルゴラルダ処刑場で処刑された。しかし聖アジュラは神の御子、神の怒りがファラ教の司祭たちを襲った。処刑の直後、ファラ教の本拠地ミロンドは天変地異により海中に没したのである。こうして聖アジュラは神の御子として天界に迎えられ、神の一員になったのである。ここまでが僕の知っている、いやイバリースに住む者ならば誰もが知っている聖アジュラの神話だが、このゲルモニーク聖典に書かれている聖アジュラは全くの別人であった。アジュラは神の御子などではない。僕たちと同じただの人間、野望を抱き己が夢の実現のために戦った革命家なのである。しかも彼は平和を愛し、他人のために命を賭して戦うような勇者ではなかった。ゲルモニークの記したところによるとこうである。信仰宗教の教祖として信者を増やしていたアジュラは、当然のように帝国にとってはただの厄介者でしかなかった。しかしアジュラはそうした宗教家としての顔だけではなかったようだ。敵国に侵入し情報収集と撹乱を行う工作員、帝国と敵対する国家のスパイだったのだ。とにかく帝国はアジュラを恐れた。帝国はアジュラがスパイである証拠をつかむためにゲルモニークを送り込んだ。そう、ゲルモニークもまたアジュラの動向を探るために帝国から送り込まれた工作員だったのだ。アジュラがゾディアックブレイブを再結成しようとしていたのは事実らしい。実際に成績を数個発見したことをゲルモニークは確認している。だが再結成に何の意味があるのか、若きランベリー王が本当に魔人を召喚したのかどうか僕にはわからない。少なくともこの本にはそうした記録が一行たりとも記述されていないらしい。ただしアジュラの死とほぼ同時期にミロンドが天変地異を襲い、ミロンドの大半が海中に没したのは事実であった。ここで僕は注釈とは別の、おそらくシモン先生の個人的な考えであろう記述に興味を惹かれた。これまでその存在が語られていたにもかかわらず、誰の目にも触れることのなかった幻の書ゲルモニーク聖典、この本が真実を語っているのか、それとも聖アジュラの偉業を貶めるために捏造されたのか、その真偽を私は知っている。私がかつて異端審問官として教会の仕事に従事していた際、多くの異端審問官たちはこの本が世に出ることを恐れていた。それは教皇も同じ思いであっただろう。なぜならばこの本が語っていることは全て真実だからである。
逆に言えば聖アジュラの死後、彼の偉業を利用し権力を手にしてきた教会がなさねばならぬことはただ一つ、聖アジュラを神格化し神と一体化させることであった。それには都合の悪い点を歴史に残してはならない。聖アジュラは神の御子でなければならないのだ。そのためにイバリースで幅広く信仰されているゾディアックブレイブの伝説を利用したのは賢い手段であった。ありもしない魔人を倒したのは聖アジュラ率いるゾディアックブレイブだと民衆に信じ込ませることは簡単だ。私がこの本を手にしたとき、私は信仰を失ったことに気づいた。だが悲しくはない。なぜなら真実を追求しようとする好奇心がすでに私の心を支配していたからだ。だが同時に私は罪も犯した。教会が民衆に対して嘘をついているにもかかわらず、それを教団する気が起きないからだ。それはなぜか。もし私がこの本を世に出したら、私はこの書庫を取り上げられてしまうだろう。私にとって私の知識欲を満足させるこの書庫を取り上げられることほどの苦痛はない。私は私の好奇心に負けたのである。シモン先生はありもしない魔人と語った。だが戦績の邪悪な力を目の当たりにした僕は、教皇の企みとは別の邪悪な何者かの思惑を感じていた。ということですね。かなり長い、10分くらい語ってしまいましたけど、一応これがゲルモニー育成展の中身になります。あれ、戦死者2人とか殺害者75人とか出てるんだ。一応これ、あの歴史学者アラズラムがね、そのラムザを追体験してるっていうような感じになるんで、こいつずっと一人で来たんだろうね。ラムザはずっと一人で戦ってきたっていう記述になるんだろうね。でここ敵が出るとちょっとめんどくさいんで、一回セーブをします。 あと買い物しておきますか。一応試着室、例によって最強試着。あー、黒ずきんと力出す気か。ヒットポイント自体は上がるけど、効果的にはどうなんだ。黒ずきんヒットポイントはめっちゃ上がる。ねじり鉢巻き攻撃力が上がるからね。一応ねじり鉢巻きもう一個予備を持っておくか。力出す気、あ、力出す気がでも攻撃力2上がるのか。これ攻撃力1だからね。でも戦闘不能無効っていうのもちょっと美味しいから、1個予備を持っておきましょう。力出す気も1個予備持っておくか。で、あとエクスポーション、そう、エクスポーション700円でしょ。ハイポーション200円だからね。全然価値が違う。30個くらい買っとこう。 OK、 ちょっと待って、じゃあここでもう一回セーブをします。じゃあ一気にグローグの丘まで行きましょうと思ったらイベントが進んだ。ディリーター今どこにいんのこれ。こんなところにいたのか。みんなが探していたぞ。女王陛下におかれましてはご機嫌麗しく存じ。やめて、お願い、やめて。悪かったよ、すまない。あなたたちは私をどうしようというの。私はオベリアじゃないのよ。あなたたちにとって何の価値もないはず。そう、私には生きる価値なんてない。そうだな、確かにお前はオベリアじゃない。それどころか本当の名前も、貴族なのか平民なのかも不明だ。王女として、王都から離れた修道院で一生ひっそりと暮らし続けていく。なぜ私だけがこんな風にして生きなければならないのかとずっと考えていた。だけど
私一人が我慢することでイバリースの平和が続くのならそれでもいいって思ってた。でも一体何だったの？私の生きてきたこれまでの時間、あの悲しみ、あの寂しさ、あれらは一体何だったの？お前は俺と同じだ。偽りの身分を与えられ生きてきた哀れな人間だ。いつも誰かに利用され続ける。努力すれば報われる、そんなのは嘘だ。努力しないでもそれに近いやつだけが報われる、腐りきった世界だ。多くの人間は与えられた役割を演ずるしかない。いや、大半は演じていることすら気づいていない。そんなのはまっぴらごめんだ。俺は利用されない。利用する側に回ってやる。俺を利用してきた奴らにそれ相応の償いをさせてやる。あなたは何をしようというの？俺を信用しろ、オベリア。お前にふさわしい王国を用意してやる。俺が作ってやる。お前の人生が光り輝くなるものになるよう俺が導いてやろう。だからそんな風に泣くのはよせ。信じていいの？俺はお前を裏切ったりはしない。死んだ妹ティータに誓おう。硬そう鎧とかだからもう泣くな。ちょっと待って、もう一回セーブしとこう。よし、じゃあ今度こそここグログの丘。うわ、敵出たー。てかね、このゼクラス砂漠普通にイベントだったわ。このまま進んでいきましょう。ゼクラス砂漠、はあはあはあ、これ誰？ベヒモスっぽくね？めっちゃベヒモスじゃん。誰かが襲われている。ルッソかこれ。俺なんか食べてもうまくないって、見逃してくれよって言っても無理か。うわ、え、ベヒモス何体いる？うわ、剣が。剣なんかより格闘に頼った方がいいって信じられるのは己の拳のみ。一応剣投げてるけどね。剣はいらないからね。投げて十分。忍者だからね、投げるがある。すげえいっぱいんだけど。冒険者ルスを救出せよ。いけ。え、どうするこれ。手裏剣しかない。それは風魔手裏剣売ってたよね。180か。だったらちょっと一回エールかけてスピードを上げておこう。あとはルッソが突っ込まないことだよな。ジョブレベルアップ。
これで忍者8だな。突っ込んでいったらこんなどうしろってのこれ。結構強え、火力は。キングベヒーモスとかいいんだけど、こいつもキングベヒーモスだ。これやばくね。ダークベヒーモスとか、いくつ食らう ?60 か。この3人からだってタコ殴りに合うでしょ、どう考えても。あ、俺とこに来た。それはゲッですとか。あ、今戦闘風のどうなってんだっけ。別のやつ飛びしちゃったんだっけ。突き上げ。え、これさ、マジで無理じゃね ?1 人だと。倒せるやつを倒して、多分ルスト、こいつ狙うから次。俺がもう、中に行こう。すべてのヘイトを集める。273、よし。モンスターは基本的に回避率低いからね。よし、俺にヘイトが集まってくれれば。OK。なるべく自分がもう前に前に出ていかないと。キングベヒーモスが遠距離攻撃とか持ってるのかどうかだよね。持ってなさそうだな。あれ、もしかしてここってさ、お、一直線じゃん。いいね。よし、 OK。 でルッソ、右上のあのベヒーモスを頼むぞ。これ倒したっしょ。で通常の密漁した。こいつ密漁なんて持ってんだ。ベヒーモス1匹だったら、よし、いいね、俺んとこに来た。しゃくり上げみたいなのがデスの効果があんの。で数を減らそう、やっぱり。 OK。 で動かない。よし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 。でこいつを倒すでしょ。おお、なんだかんだ言って大丈夫そうだな。なんかさ、これさ、タコの足みてえじゃん、ベヒモス。180、投石とか。よし、 OKOKOK。 早い、忍者さすがに早いな。いや、最初どうなることかと思ったけど、なんだかんだで余裕だったな。どうだ、見たか。これが己の拳を鍛え上げたラムザの力だ。剣なんかに頼るからそうなるんだよ、ルッソよ。助けてくれてありがとう。もしあなたが来てなかったら、俺今頃モンスターの腹の中だったよ。俺ルッソって言うんだ。こう見えてもハンターさ。あんたは？僕はラムザ。それにしても君みたいな子供がハンターをやってるなんて、こんな時代だからね。けれど俺毎日楽しくやってるよ。ま、たまーにさっきみたいな危ない目に遭うけど。仲間はいないのかい？お前が言うな。それが少し前にはぐれちゃった。旅を続けながら探しているけど会えるかどうか。あ、そうだ、仲間に会えるまでラムザについていったらダメかな。もちろんラムザが良かったの話だけど、僕なら構わない、一緒に行こう。どうせすぐさよならするけどね。ひでえな、ラムザも。へえ、旅の記録をつけているのか。うん、まあね。いっぱい冒険してこの手帳を全部埋めるのが俺の役目なんだ。役目？将来作家にでもなるのかい？まあそんなとこ。じゃあきちんとつけておくんだな。速攻で解雇されたって。ルッソ、モブハンター、アイスブランド、プラチナシール、なんかすげえいいの持ってんな。パクロ。一応仲間にする。そっからパクる。だ、バイトがね、今欲しいっちゃ欲しいんだよね。戦闘に出さないまでも連れとくだけ連れとこっかな。
いらないいらないいらない。エルフのマントって結構良さそうじゃん。これ何してる？なんでリフレクトリングなんて装備してたんだろう。エルフのマントプラス25、すげえな。ケルミナスブーツも結構いいんだよね。ムーブタプラス1、ジャンププラス1。今でも火力でいくか。ダイヤの雪はこれでいこう。でちょっと一回、ま、ゴルランドもショップを見て、なんかある？ウィザードロットとかか。いらないな。ルザリア、オリハルコンとかか。あー、ダイヤのソードとか売ってるね。竹、ま、今はいいか。ダイヤヘルム、ダイヤアーマーは持ってる。エクスポーションはまあまだ大丈夫。よし、一応ちょっとね、ルッソバイト要員で連れとくだけ連れときます。ジョブチェンジ見てみよう。いや大したものになれねえな。本当はクロマ同士のファイジャ、ブリザジャ、サンダジャをねラーニングしたいんだよね。一応ちょっと、まあ、使いはしないけど一応連れておきます。というところで、じゃあちょっとね、ここ行こうかなと思いましたけども、イベントが挟まってしまいましたよね。今回ほとんどイベントだったな。今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。